19、ウォンハンは、韓国、ソウル出身のアメリカ人、バリトン歌手。1972年、韓国、ソウル生まれ。マンハッタン音楽院で学士号、修士号を取得。ベルベデーレ国際声楽コンクール、マリオ・ランツァコンクール、オラトリオ協会コンクール、プッチーニコンクール、リカーポ・オペラコンクール、コネティカット・オペラ・ギルドコンクールを、はじめ数多くのコンクールで受賞。 サンフランシスコオペラのアドラーフェローシッププログラムに選ばれ99年同劇場のドンジョバンニのマゼット役でデビュー2001年にフランス国立ラインオペラトゥーランドットでヨーロッパデビューを果たし同年3月には新国立劇場でマテキにパパゲーの役で登場サンフランシスコオペラのカルメン蝶々夫人トゥーランドットボルドー劇場の蝶々夫人 セビリアの理髪指等に出演。2011年バンコク、ロンドンにてオペラ、マエノックに出演。香港ではマスタークラスを開催した。韓国では韓国放送公社の大河ドラマ、大王、清掃の主題歌、あなたの歌を歌唱。KBS の開かれた音楽会にもたびたび出演している。日本でも各種オペラコンサートに出演し、音楽番組では 題名のない音楽会に、たびたび出演している。2004年シーズンにより、佐藤豊総監督の元毎年12月に、大阪城ホールで開催される、サントリー1万人の第9コンサートにほぼ毎年出演している。CDDVD2011 年と2020年では、海英二郎がソリストを務めていた。ありがとうございます。